妊婦や携帯電話、お財布、棚の上にあげましたお荷物や上着類、お土産品などはございません。はい、今回名古屋にちょっと新幹線ちょっとサム結論線ちょっと新幹線使うんだ、さ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 小田原726号東京行き13時38分に降りたホーム向かい側の中5番線名古屋を出ますと浜松、静岡、新横浜、品川に停まります。そういうことですね。さあ新幹線使うんだ、移動しにくいじゃん。こちらの降りたホームの向かい側15番線これが良かった。もし皆さん人混みを嫌うんやったら、もうちょっと最近新幹線に乗ったらその方がいい。そういうことですね。そういうこと。あと原因分かった。今日の東海道新幹線をご利用くださいましてありがとうございました。名古屋に到着です。お出口は右側です。今これ使えばよかった。名古屋ステーションであとは送るライフサイクロープ。これ良かったよ。暫定ハブ折れ広き。短距離やけどいいんや。そう、すぐ来てる。次乗車のお客様、名古屋駅で5分ほど停車をいたします。13時30分、そういうことですね。お待ちください。そういうことでね、なんか日本プロバイダー、プロバイダー責任者法、責任法見直すみたいな。もう閣議決定した時点でもう採決する。はい、もう強行採決。もう分かってるぞ自民党。お前らそんなに規制したんやな、俺みたいに裁判沙汰にしたんやな。 ISD 乱発したんや。悪用するのよ ISD。 使ったらあかんぞ、あんまり使ったらあかんで ISD。 お前ら何考えてるか知らんけど、笑い事じゃない。本当に使ったら危ない。分かった上でやってるんか。どういうことだ。ああ、オーストリアでも最近なんかSNS で導入しようってギャーギャー騒いでるみたいなコスプレイヤーズやさ。あと金欠あったによ。金欠じゃなくてドケチやってはんださ。あ、ドケチやってなかったらさ。ね、今名古屋に今日到着しました。はい、以上は名古屋の乗車区間に来ましたね。こちらは JR 名古屋の新幹線区間状況ですね。はい、小田原の光650号の東京行きですね。計算したらもうこれ15時、つまり午後3時に到着予定。そういうことですね。はい、こちらが名古屋区間ですね。名古屋、はい、ほんでこの下にあるんですよね。そう、普通車、普通路線ね。そう、もし皆さん早く帰らなければならない時はこれに乗ってください。いいんですよ。